東浜駅は、鳥取県岩見郡岩見町大技陸上技か、塚畑に設置されている、西日本旅客鉄道山陰本線の駅である。起点から見て、山陰本線の最初の鳥取県の駅で、また道県最北端の駅でもある。東駅と伊久美駅の間に、福知山支社と米子支社の境界標が存在する。ただ、 営業キロ上の分解駅はイク駅だが、ダイヤ運用上では、浜坂駅が事実上の境界として運用しているため、時折伊東駅を奇襲点とする試運転列車や、回送列車などが設定される場合がある。東浜駅設置の飛球駅車構内レストラン、AL メア、東浜駅の所在する付近には、1911年に、山陰本線が開通していたものの、当時は、 東浜駅は設置されず、隣の岩見駅といく見駅のみが設置された。このためあたり駅周辺の住民は歩いて、両駅を利用するしかなく、対象から昭和初期にかけて3回にわたり駅設置の請願を行ったが、再三性を理由に拒まれた。第二次世界大戦後、当時の東村の村長だった岡田孝二が20回以上にわたって国鉄への、 生願を繰り返した結果、1949年に仮上工場として開設され、1950年1月1日に正式な駅に昇格した。駅開設後は、東浜の利便性が大きく向上し、主に、京阪神、山陽地方からやってくる臨海学校の子供らで賑わうようになった。このために最盛期には60軒に及ぶ民宿が立ち並び、バーや、 パチンコ店なども営業していた。しかしモータリゼーションの進展により駅は錆びれ、国鉄の合理化に伴って1972年に無人化された。JR 西日本が2017年6月から運転を開始したクルーズトレイントワイライトエクスプレス随風では、 世界ジオパーク認定の浦府海岸の眺望と地引き網の実演を対象として東浜駅が立ち寄り観光駅になった。これを受けて地元住民らが株式会社東浜を設立し乗客を受け入れるレストランの準備などが始められた。このトワイライトエクスプレス随風の立ち寄りに合わせて車両の監修も行った浦和也に依頼して駅舎の改築工事が実施された。 ステンレス鏡面仕上げの天井や待合室の全面透明ガラス窓を特徴とし、周りの風景に溶け込むことを狙った。また、合わせて駅前広場やトイレの整備も実施した。また、近くの旧保育所施設をレストラン AL メアに改修した。2017年4月12日に新駅舎の完成記念式典が、 地元選出の石場茂衆議院議員や平井真嗣、鳥取県知事が参加して挙行された。2面2線の相対式ホームを持ち、交換設備を有する地上駅である。双方向に出発信号機を備え、駅舎側の1番乗り場を直線とした一線、スルー構造であり、対向列車と行き違う下り停車列車は2番乗り場を使用する。これ以外は1番乗り場使用する。なお、 互いのホームは湖泉橋で連絡している。外にトイレが設置されている。鳥取鉄道部管理の無人駅であり、かつて入口付近に乗車駅証明書発行機が設置されていた。駅の北は日本海であり、駅付近の海岸は東浜海水浴場として開放される。また、ハオハナと呼ばれる岬には、流人道がある。なお、 東に見える、尾根の手前には、陸上川が、日本海へと注いでおり、この東の尾根を越えると、兵庫県である。なお、陸上川を渡った後に、この尾根の下を、山陰本線は、約 1km の、陸上トンネルで抜ける。臨時快速、山陰海岸ジオライナーは、列車記事参照。広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。